まもなく世界卓球開幕しますけど、コンディション等々いかがですか、現在。コンディションは、上がってきてるかなと思います。あとはやっぱりあの緊張感の中でどういう精神状態でできるかっていうのが本当団体戦は重要かなと思ってます。世界ランキングは本当に関係ないと思うので向かっていく気持ちがすごく大事かなと思ってます。前回大会はやっぱあのイングランド戦、自分の中ではやっぱあの3番で絶対勝てる、多分みんなが思ってましたし、僕もやっぱり勝てる自信もありましたし、その中で負けてしまって水谷さんも0対2、1対2かな、で負けている状況の中で、本当に相手は水谷さんよりも世界ランクが低いですし、でも、ああいう、もう本当にギリギリの試合になりましたし、それもやっぱりすごく僕自身、責任を感じましたし、もっともっと本当に精神的に強くならないと勝てないなと思いましたね、あの舞台では。あれから2年経って自分の中でその精神的な強さだったりとか技術的な強さだったり、なんか自分が成長してるなとか、あそこを経験したからこそっていうのは何か自分の中であったりしますか？あそこを経験したっていうのはすごく自分の中では大きいものがありますね。やっぱりまたあの舞台に立ちたい、あそこで今度は金メダルを取りたいっていうすごく気持ちにもなりましたし、でもこの2年卓球もすごく世界的に変わりましたし、僕のプレースタイルも変えていかないと勝てないっていう状況の中で本当に難しい2年間だったかなと思います。今回の代表は、マハルが抜けて、張本が入ってきて、またちょっとチームが変わるというか、それ以外のヨリナ選手は一緒だけど、本当に若い選手が入ってきたことによって、なんか自分の中で心情の変化というか、負けてらんないとかいうものがあるのか。張本君が入ってきて、すごく、みんな多分そうだと思うんですけど、刺激を受けてますし、本当に成長のスピードに驚いてますし、自分たちも、僕なんかもう2回、選考会と全日本で実際戦って負けているので、どうすればいいのかっていうのをもっともっと考えなきゃいけない立場に逆になってるかなと思いますし、本当に張本君の卓球っていうのは世界最先端の卓球してると思うので、あの卓球を真似するじゃないですけど僕には僕の卓球があるんで、でもそれでも唯一の、世界で唯一のプレースタイルじゃないと世界チャンピオンにはなれないと思うんで、自分のフォアハンドをまずは世界一にして、そうすることで世界一がつながると思うので、そこをやっていかないといけないかなと、本当に張本君から刺激はいただいてますね。私生活では結婚もされて、はい、ありがとうございます。6月にお子様生まれるということで、2年前の出た時とはまたちょっとなんか気持ちが違うのかなと。そうですね、やっぱり、家族ができて、自分のために卓球やってたものが家族のために卓球をやるっていうことになりますし、本当にこれからは自分の卓球で家庭を支えていかないといけないですし、そういったいい意味でのプレッシャーはありますし、奥さんも、それですごく自分を、いろんな面で支えてくれていると思っているので本当に感謝しています。グループリーグの山、はい、ここを一個乗り越えなきゃいけないみたいな山を大島自身のところはどのチームに対して思っているのかな。そんなに戦いづらいチームはいないとは思ってるんですけど、やっぱり力で言うならやっぱ台北は2人やっぱりいますし、台北も強いんですけど、やっぱりやりづらいっていうのはイングランドやりづらいんじゃないかなと思ってます。力以上のものを団体戦で出してきますし、2年前もやっぱ3位に入ってますし、ワールドチームカップも3位、やっぱ強い団体戦強い国だと思うんで、本当勢いがあったら本当に危ないんじゃないかなとも思いますし、イングランドはちょっと気をつけないといけないかなと思ってます。なんかその個人のランキング以上にその力を出してくるそのイングランドを任すために、日本チームとしてはどういう戦い方をしなきゃいけないって今大島君自身は思ってますか？もちろんランキングは低いですけど、それで多分僕たちが向かっていけなかったら相手はもう向かってくるだけなんで、そこに対しての
まあ、本当に気持ちが団体戦大事かなと思います。やっぱりドイツ、中国以外はやっぱり向かってきますし、それに対して僕たちが受けてしまったらもう接戦になってきて、相手の方が精神的に有利になってくるので、まあ、本当に出だしが勝負かなと思います。1番、2番、3番もそうですけど、やっぱりどの選手も1ゲーム目取っていければ5ゲームなのですごく優位に立てるので、1ゲーム目を落とすと苦しい展開になってくるので、やっぱ1ゲーム目の入り方だったり、まあ、内容すごく大事になってくるんじゃないかなと思います。今大会の目標、金メダルへの思いっていうのを最後に聞かせてもらっていいですか。前回大会2年前に決勝戦戦わさせていただいて、まあ、僕が最後3番で負けて相手に金メダルっていう瞬間を僕は味わっているので、あの瞬間すごく悔しかったですし、あれをまた味わいたくないっていうのもありますし、まあ、今回そこでプレーできるかどうかっていうのもまだ分かんないですけど、そこでプレーした時にはやっぱ自分が1点取るっていうイメージで、1点2点取るっていうイメージでやってるので、今回は中国を超えて世界一に日本がなるっていう強い気持ちを持って、まあ、スウェーデンで戦いたいと思います。あなたは歴史の目撃者になる。最強のチームになりそうだなって思ってます。いつまでもいつまでも挑戦者でいるわけじゃないので、金メダルを取りたいです。国の誇りと絆をかけた団体戦、目指すは一つ、半世紀ぶりの世界一のみ。世界卓球4月29日開幕。